デイビッド・レズリー2003年、デイビッド・レズリーは、スコットランド出身のレーシングドライバー。1980年代から2000年代まで主に、ルマン24時間レースや、イギリスツーリングカー選手権等で活躍した。レズリーと表記される場合もある。レズリーの BTCC プリメーラ1977年に、レースデビュー。イギリスのフォーミュラ・フォードや、フォーミュラ・アトランティックに参戦。 アトランティックのタイトルを1980年に獲得した。その後もイギリス海産やヨーロッパ海産などにも参戦し、イギリス海産ではアイルトンセナやマーティンブランドルらとも対戦した。スポーツカー世界選手権でも1985年から活躍。ルマン24時間レースにおいても1988年にはマツダスピードからマ七百767で参戦。 マルク、デュエツと、片山よ美みと共に、クラス2位を獲得している。イギリスツーリングカー選手権には、1987年に、フォードシエラで参戦を開始し、その後もインディペンデントチームの BMWM3 で参戦した。1992年からは、ワークスチームから参戦し、レイマロックリミテッドが運営するボックスホールチームに移籍。 翌93年には一勝を挙げてシリーズ8位となる。1994年は2年間在籍したボックスホールを離れて、松田のセミワークスチームに移籍し、松田クセドス6をドライブする。しかし、チームの資金不足やチームメイトのマットニールが、シルバーストーンで大きなクラッシュに見舞われてしまい、以降のレースを欠場することになるなど様々な問題もあり。 チームはシリーズ半ばで撤退することになった。1995年はこの年から参戦を始めたホンダに遺跡。チームメイトのジェームズ・ケイと共にホンダ・アコードをドライブした。この年はやや厳しいシーズンを送るが、1996年シーズンは3勝をマークし、シリーズ4位を獲得した。1997年は一時参戦を休止していた日産が RML と 日産モータースポーツヨーロッパとのジョイントで参戦することになり、レズリーはホンダから日産に移籍。チームメイトのアンソニー・レイドと共に日産、プリメーラをドライブした。この年は3位入賞を3回果たし、ランキング8位でシリーズを終えている。翌年日産チームは合計9勝。レズリーも2勝を挙げ、日産のチームタイトルとマニファクチャータイトル獲得に貢献した。 1999年はレードがフォードに移籍することになったが、引き続き日産のドライバーとして残留し、新しくチームに加入したローレン・アイエロとドライバータイトルを争い、シリーズ2位を獲得。日産は2年連続でチームタイトルとマニファクチャータイトル獲得を達成し、ドライバータイトルを含めた3冠を達成した。インディペンデント部門のマット・ニールのタイトルを含めると4冠。 レズリーはこの年も3勝を上げ、2位9回と3位を1回、記録する好成績を残している。2000年は日産ワークスが BTCC から撤退。レズリーもこの年の BTCC 参戦は、ジェームストンプソンの大役として、スラクストン戦でホンダから、スポット参戦するのみの予定だったが、インディペンデントチームとして日産から、プリメーラの供給を受け参戦していた。 プロモータースポーツのコリンブレアの公認ドライバーに選ばれシーズン後半のいくつかのレースに出場。この年度チームからスウェーデンツーリングカー選手権にもスポット参戦した。2001年は BTCC に出場せず2002年シーズンからはプロトンからフル参戦。この年も優勝こそなかったが表彰台に数回上がりランキング7位となった。翌年も引き続き プロトンから参戦したが、この年をもって現役を引退した。引退後も、世界ツーリングカー選手権の解説者を務めるなど、精力的に活動していたが、2008年の3月30日、元レーシングドライバーのリチャード・ロイドを率いる、アペックスモータースポーツのマシンテストのため、ロイドラチーム関係者と共に、フランスのガロサーキットに向かう途中、同乗していたセスナ機が墜落。 54歳で亡くなった。この事故は関係者の間に衝撃を与え、特に、レズリーと親しくしていた元会一ドライバーのデビット・クルサードは大きなショックを受けたという。同じく、元会一ドライバーのデビット・ブラバムもコメントを発表した。レズリーの死後世界ツーリングカー選手権の解説者は、同じスコットランド出身で BTCC で、 長年ライバルの一人だったジョン・クレランドが引き継いだ。イギリス国内では彼の追悼イベントとしてデイビッド・レズリー・スーパーツーリング・カー・フェスティバルが毎年開かれており、クレランドやガブリエル・タルキーにフランク・ビエラなど BTCC に参戦したドライバーが多数参加している。同イベントではレズリーがドライブしたプリメーラや アコードも出走し、チームメイトだったアンソニー・レードラがドライブした。エンデュランスドライバーのため、ポイント獲得の対象外。ありがとうございます。